ハロー、沙織です。イエーイ。ねえ、一つ前の動画で私個人鑑定、リーディングのこと話したじゃんね。で、まあ埋まってました、その日に。予告なくリリースしてその日に埋まる。まあでしょう。なんだけど、超楽しくて。あのね、ちょっとやばいわ。沙織の個人リーディング。ちょっとなんか鬼のようなカードの出方するのよ。プラス、こう喋るじゃん。喋ってる時に、で、こうでしょうって言った直後に出すカードが本当にもうそうだよ、的な、宇宙からのね、メッセージだからね、もう、運命がわかる。運命とか、なんか生い立ちとかが全部出ちゃうのよ。本当隠しきれない。マジで。っていうことは、運命がわかるということは、もうその運命そのものを生きていて、導かれていたら、絶対に幸せにしかならないんだから、すごいなと思って。愛を受け取れる人ってここなんだよなと思って。で、今私、いや、愛されたい人が見てると思うんだけど、あ、リーディングのタイトルね。ごめんごめん。今この瞬間のあの人の気持ちと今後の展開を見ます。多分きっと神回です。リーディングまだしてないけどね。でももう、神回しかないわ、私。で、なんか愛されたい人が見てるわけでしょ？で、そう、コンサル生がすごいいいこと言ってた。クリーンヒットな投稿してたんやけど、沙織さんは愛される世界を想像していると、その思考で。いや、そうなの。それだけ。それだけなの。それをずっと言ってるだけ。なんだけど、やっぱ愛に対する感度とか、愛というものに対する、こう自分がどう思っているか、愛に対してっていうことを明らかにしないとね、その想像できないんだよ。で、今ね、コンサル生にさせてるのは、感性を磨くことをさせてます。っていうか、コンサル生知らないから、多分このリーディング見て、ってなると思うけど、感性を磨かせてる。何にかっていうと、愛の感度を高めるため、愛に対する。何が起きるかというと、視点が変わります。視野が変わる。頭でごちゃごちゃ考えなくても自然に変わる方がいいので、もう私はどれだけショートカットするか。私がしてきたことの。私はもう本当にコツ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 感性を磨いてきたけど、どこまでショートカットするかだから、愛に対する感度を高めることを今してるのね。感性を磨くってそういうことなので。いや、そう。で、クリーンヒット来たと思って。やっぱ良かったと思って。すごい模索と 試行錯誤を私は繰り返すので、コンサル中に。もう、一発クリーンヒット。で、やっぱ愛が大きいんだよなと思って、やっぱ愛が大きい人しか、私の世界には愛が大きい人しかいないのよ。もうそういう世界を作ってるから。ということで、そうなの。だから、ここまで来れば、誰と付き合おうと。みんな愛が大きいっていう、もう、まあ、イージーな感じなんだけど、行きましょう。オープンする？する？まあ、今選べる人は選んで、これ。A、B、C。あの人の本音ね。本音。本音なので、本当に本音が出てきます。で、今後の展開を出す。どうなっていくか。はい。A、B、C。はい、A。Beautiful。B。あらー。Beautiful。し 幸せそう。これ見てる人って、いや本当に私見てる人の層が絶対変わってると思ってて、こんなビューティフォーなカードが出るって、そうなの、そういうことなのよ。超楽しい。楽しい。リーディング楽しいの。選んだ？もう連続していけないんだわ、今日は。そうだわ。一回切らないとなんだな。予定があるの。あ、で、そうだ、言い忘れてた。個人鑑定、2名様のみ追加してます。問い合わせがあるから。だけど、もう日程が本当にないので、もう2名様のみです。のみです。のみ。もう、今月っていうか、来月ももうちょっと無理なんじゃないかなと思うけど、無理じゃなくて、2名様のみです。だけど、これアップロードした時には埋まってたらごめんねっていうことです。
選んだ？じゃあ A の人からいきましょう。もうなんかプロテクションが選択カードに出てくる時点ですごいけど、さあ、あ、今日はね、あれ、久しぶりにこれ使う、ウィスパーなんだけど、ちょっと避けとく。で、これ、こっちも使う、ダイヤルカードのみね、あとコートカードのみ。もうね、ちょっとね、次元が高い、今の私のリーディングを最後まで聞ける人は、次元が上がってるので、もうコートカードとダイヤルカードのみで全然いいんだよ。どうせダイヤルカードとコートカードばっかり出すんだからっていう話ね。はい、A の人の、あの人。まあ、自分でもいいよ。あの人。あの人の今の本音ね。本当にちゃんとやってますかって私言われたんだから、昨日リーディングでさ。リーディングしながら、個人鑑定しながら。あれ、ワーラバーズ出た。あれだよって、あまりにももうベストなものが出てくるから。すごいものが。だから、いや、カメラ通話でやってるけど、映らないとこあるじゃん、こうやってシャッフルしてるとこ。いや、それぐらいすごかったっていうことなんだけど、これは、縦列、過去、現在、未来、で、もう頭で分かってるとこ、潜在意識、あ、顕在意識ね。顕在意識。で、これね、心の部分なんだわ。心の部分を取った。んで、潜在意識ね。で、過去にラバーズが出てるの、潜在意識で。ということは、これ付き合ってないよね。付き合ってないと思うんだよね。潜在意識にラバーズを出すんだから、あの人の本音で、過去の潜在に。ちなみに、現在の潜在はもう緊急事態宣言ですよ。あの人。緊急事態宣言出してる。まあ、順番に見ていきましょうか。ただ、ただ、ただ、運命の輪がリバースで未来に出てるから、未来って言ってももう私の言う未来は明日？明後日？ 3 日後とか、そんなもんでしょ？あとは受け取る人の思考によるということなんだけど、心でペンタクルのクイーン出してきてるからいいのよ。いいのよ、未来。ちょっと。だから、ユニコーンが暴れる。ユニコーンってさ、魔法を叶えるじゃん。これ過去カップのキングも出してるけど、顕在意識で、別れた2人、これ復縁で見てる、もしかして現在。やっぱね、未来いいね。これ復縁で見てる？もしかして。だってちょっと現在欲しい。現在に一番欲しいんだもん。ほら、運命のはまたリバースさせてきてる。はぁ。やっぱ別れたね、これ。タワー出てるもん。潜在で。潜在にタワー出してんの。緊急事態宣言と。何この人、面白い。これラバーズ補足もらう？戦車のリバース。あ、そうか。動けなかったのか。なんだこれ一体。ワンドのクイーン出してきてるやん。過去。大好きじゃん。過去大好きじゃん。過去。現在、どうしちゃったのこれ。あ、未来。ごめん、私これ正逆取らないって言ったわ。言ってないっけ。言ったよね。こうソード祭りか、こっち。あーんとね、でもエース出してきてんねんな、この人。ソードだけど、ふーん、よし、行きましょう。過去、頭の中、カップのキング。いや、もうこれはね、絶対好きなんですよ。もうカップのキング、恋愛で読んでカップのキングなんかもう別に説明する必要もないぐらい好きです。はい。とってもとっても大きな愛で、誠実にあなたのことが好きでした。何の迷いもない。何の下心もない。何の汚さもない。好きでした。しかしながら、カップの3リバースしてるからね、これね、2種類あって、まず不倫。
もう、ちょ、ごめんけど、もう、カップの3って不倫なのよ。で、そうじゃない場合は、これね、思い伝えてなかったんじゃん。どちらも。と思う過去。で、これ、もう、自分で認識してる部分ね、言えなかった好きという言葉じゃないんでしょうか。ちょ、これ、コンサルして聞いたら絶対笑ってる。言えなかった好きという言葉ですよ。で、心の中ね、葛藤があんねん、やっぱり。で、戦ってますやん。だけど、ワンドのクイーン出してきてんのよ。ちょっとワンドのクイーンに1枚補足が欲しい。ここでちょっと大事なとこだから、ボトムで取っていいですか？ふぅ。マジかっていう。ボトム、ジャッジメント。ね、一回別れて、別れているんですかね、これは。葛藤してるし、でもジャッジメント、こんなの復縁、復活とかのカードなんだけど、この人自身の本心、本音、だから、来たーみたいな感じじゃん、この人。来たーっていうのが来たー。これ、ワンドのクイーンの補足で復活をもらった、復活ジャッジメントが出てきたから、あなたがワンドのクイーンなんじゃないでしょうか、この人にとっては。輝いてるんじゃない？輝いて見えた。輝いてる人？美しい人？仕事もできる。お母さん衆なしね。え？子供いるん？まさか？的な。なのに仕事もするの。ワンドのクイーンっていうのは。仕事もするし、なんだろう、もう自分をとにかく生きてる。そう、自分がとにかく輝く。なんかそれを見て人が引きつけられるっていう、太陽みたいな人、めっちゃ明るい人だよ。で、潜在意識、戦車とラバーズ出してきてるので、確実にこの人動きたかったのよ、潜在意識で。なのでも、だから潜在意識だからこう上がっていくのでね、気づいてなかったの。大丈夫か、なんでここまで気づいてて、これ気づいてないねん。カップのキング出してんねんで、なんでなん。いけなかったの？いけない理由でもあったの？これなんや、よう分からへんけどとにかくまあ好きでしたよ。いや、それさえ分かればいいでしょ。なんか見てる人が分かるんじゃん、この人が戦車とか猛突進カードだよ。でも動けなかった理由、そして現在潜在意識で節制とカップなのかリバースで出してきているから、今離れてないですかね。これはなんかもう、なんかあなたのことを永遠に思い出しているしかないみたいな、なんかバランス取ろうとしてるよ。でもって、このなんかバランス取ろうとしてるだけじゃないのよ。なんとかならないかなみたいな、なんとかならへんかなやねんな。このユニコーンの節制ってさ、なんとかならへんかな、ないよ。でちょっと若干余裕や、余裕感を感じんねんな。で、心の中ってことは絶対感じてる部分だから分かっているのよね。マジシャンリバース。これ手出しができないのよ。動きが取れないのよ、やっぱり。てか、どうしていいか分からない。なんとかならへんかな。どうしていいか分かれへんな。もう葛藤いたしますね。じゃあ、でも運命の輪が回ってんねん、この人。運命の輪回してんねん。もしくは、もう一パターン、ちょっと考えられるから、ちょっと補足をもらう。運命の輪に補足をください。ごっついてたがるし、カードが。優位に立ちたい。でもそう立てない。優位に立てないのよ。なんなら、ちょっとなんか、不利な展開的な、わかりやすい言葉で伝えると、負け戦的なこと思ってんねんな。何これ、運命なのに。あ、それが運命的な諦めモード。だから、潜在意識にもうとっととタワー出してる。だからこの人は絶対潜在意識で上がってきますよ、タワー。で、ソードの4。そしたらなんかどうしていいかわからない、でもなんかあるかも、みたいなことを言ってるんだから、潜在意識で考えて、潜在意識でも潜在意識でもこの人考えてるから、なんか一致感がすごいな、じゃあ。あ、なるほどね、そういう人いるもん。潜在意識と潜在意識がきっちり一致してる人っていうのは、こういう出方をするから、この人こうだわ。じゃあ、気づいてたわ。ラバーズ。ラバーズ気づいてた。好きという
もう好きです。はい、もう今すぐ君の元へ。できないことはもう何もないぐらいな感じで好きです。そして今もう しんどいんです、この人。ってことは会えてないよね。会えてない、離れている。まあでもこれ会えてないでしょ。こんななんかもう寝る前もずっとあんたのこと思い出してて、あんたのこと、ごめん、 A の人のことずーっと考えてるんじゃない。で、未来なんだけどね、ワンドのキング、でも情熱を取り戻しますよ。そして運命の輪がリバースしてるから、ちょっとタイミング合わされへんのよ、この人。ちょっとそれはなぜかというと、このね、運命の輪とワンドのキングがダブルで出てくるってことは、それもね、ちょっと気合入りすぎで、タイミング取れないのよ。もう気合入りすぎて、暴走しすぎて。でもこれ、ワンドのキングの暴走は私は嫌いじゃないの。情熱的な人です、この人は。もしくは、情熱を取り戻す。でも情熱的なんだよな。情熱を取り戻すんだよ。今ね、何しろ、緊急事態宣言なので、情熱どころじゃないのよね。一旦なんか、そうね、止まってる感じ。だけど、この時間ってすごく大事なのね。なぜかというと、このタロットカードのソードの4ってさ、本当に考えてんのよ。じっと。緊急事態宣言やけど。ただなんか、すべてを放棄して寝てるとかではなくて、こう、味わってるとか感じてるとか、そっち系に近いんだよな。そうなの。で、これ多分自分でタワーを起こすので、自分で、潜在に自分で上げてきてるから、優秀じゃん、この人。で、未来、この人何を感じるかっていうのは、ペンタクルのクイーンですね。ペンタクルのクイーンと、ソードのキングを出してきてんの。で、ソードのキングって、ソードのキング、クイーン、ソード夫妻って、恋愛色あんまないのよ。あ、なんか恋愛なんか、恋愛よりかは、他のことっていう、仕事とか、自分のなんか、使命とか、そっち系なんだけど、シャキンとするんじゃん。まあ、ここを抜けた後やから、シャキンとしてくれなあかんしな。ペンタクルのクイーンとソードのキング。ペンタクルのクイーンを未来で出してきた。ペンタクルのクイーンを未来で出してきた。これあなたのことだよね。ワンドのクイーンも出してきてんのよ。しかも心の部分で。ペンタクルのクイーン。才能が豊か。能力が高くて、自分で豊かになった人ね。全部豊かだよ、愛情も。とにかくこの人は豊かさの象徴です。セレブカードとも言われる。もしく、そして、お母さん種がすごいもう、ごっつお母さんみたいな、寮母さんみたいな人にも出てくるよね。育てる人にもね。育む力。なんだけど、このペンタクルのクイーンは、本当にもう、豊か、セレブっていう、なんか、お母さんしてない感じなので、育むというよりも、なんか、豊かさなんだよね。すごい、豊かさをきっとこの人は感じるんだと思うよ。で、潜在、自分が。でも、この人一緒だからな、潜在も健在も。ソードのエース出してきてね。で、さらに、ワンドのページ。ということは、ワンドのキングに、ワンドの、ページ君、これも初心に帰って、本当に純粋な気持ちだよ。で、ワンドの、カップのキングももう純粋で誠実だから、この人誠実な人だね、本当に。純粋。純粋なのよな、純粋な人ばっかりなのよ、私の世界って。すごいな、リーディングでもそうだったか。ハピネス。で、やっぱり、主語が大きい人です。エースが潜在に出てくるので、で、ソードでしょ？キングでしょ？エースでしょ？始まりじゃんね。もう新しい道を行く。自分で決めて自分で進むの。すべて自分の責任で。ということが潜在に未来で本心であるんだけども、この人は。さあ行きましょう。展開を行きましょうか。未来の展開どうなるか。未来の展開。展開。ここにつながる展開だからね。運命の輪がリバースしてるけど。展開。一人ごとやから、私これ。展開。何回言うねん。あらららららら、らもういいんじゃないでしょうか。サポートするってさ、なんかあなたのことを、あなたに豊かさを与えてくれるこの人。まずサポートで、サポートしたいのよね。したいの。まあ、ソードのキングを出すぐらいだから強いからね。こう、意志の強さ、意思決定の力。
守ると決めたら守り抜くので揺らがないので、しかもエースとキングで言ってきてるの、キンワンドのキングでしょ。そう、うん、すげえな。かわいい。これ同じお人形さんが3ついるんだけど、3ついるんだけど、そんなことよりも後ろに大きい蝶々なのね。あれ、この関係はね、すごく変わります。大きく だいたい離れてるでしょ。これだってこれ復縁で見てるでしょ。もしくは離れてない、別れてないんだとしたら心の距離が空いてるでしょ。だから不倫だとしたらそれはちょっとわからんな。わからんなというか、だってこっちに未来に不倫色が出ないんだもん。初めて引いた私これ。いや、そんなことない。久しぶりだから。あの、この子が貝殻にの中の自分と喋ってるじゃん。これエクスプレスラブって言って、もうすごい、すごい勢いなんだけど、これね、自分のことを大事にしなさいなのよね。自分を愛してなのよ、これ、両方とも。どっちも一人じゃん。で、ちっちゃい自分もいてるやん。だから自分をね、まず愛してっていうことを言われてるんだけど、これって、あなたが自分を愛せるようになるとか、そういうことだと思うんだよね、私。そこに気づく。まず自分を愛することなんだという、人よりも。そう、人よりも誰よりもまず自分だって。だって If you long for more love be more loving、 もう like なんか attracts like、 もうなんか好き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 言うてるもん。 express love to reserve love。 ほらやっぱね、これ自分を愛せるんだよ。これで自分を愛さなければ何も始まらないってことに気づくんじゃん。この人能力高いよ。だってまあマジシャンリバーさせてるけど出してくるぐらいなので、能力は高いんですよ、この人は。今後の展開ってさ、あなたしか出てきてないね、でも。あ、これサポートしてくれて出てきてるか。で、関係は変わる。こっちにもちょいちょい出てたわ。あ、ちなみに、すごく気になってると思いますけど、なん分かりやすいのお願いします。あ、やっぱこれ一人だわ。自分を信じるっていうことが出てる。今度はめっちゃ蝶々。あのこれ未来どうなりますかというよりも、これあなたへのメッセージ性がすごく強くて、でこれ離れてるでしょ。やっぱり私しつこいから何遍も言うけど、だってこれなんか伝えられてることが同じなのよ。まずまだ情緒、こんな変化変容しかないのよ。自分を信じてとか自分を愛してとかって、これはこの人からのメッセージじゃないですか。ってことはつまり連絡取れてるか、取れてない。でこれ自分自身で見てるときはもう本当自分を愛したい、自分を愛してって自分が言ってるし、変わるときって分かってる。うじうじすんなよって話よね。この軽やかにさ、ふわっともう変容というものを風船代わりにふわっと飛んでいけばいいのよ。楽だよ。この二人の今後を教えてください。すごいなんか、何、あなたはとても守られているじゃない。あら、私これ大好きなんだ。トレジャー、ユアラブドワン。この手の中に、こう育てる、絵本読んでるお母さんが入ってるでしょ。すごく大事にされてるでしょ。しかもなんかここが地球なのよね。雫があって、これ宇宙の、宇宙レベルの愛を言ってるのよ。だから無条件の愛を言ってるんだよね、これっていうのは。なんかあなたがそこを求めてるんじゃないの。こんなに、こんなにウィスパー出して、こんなに一人のカードがずっと出続けるんだよ。でこれどうなの、この人たちは。まずそこだってことじゃない？うん、まずそこだよ。あのね、賢い人ならわかるんだよ。ここやらないと、また離れるよっていうことが。ラスト、やっと来た。すごい。何この神がかり展開。ここやらないとまた離れるよ。ここやってください。まず。これが見たければ。もういいわ。こんなもん私自分愛するとかよりも、男に愛されたいわって人はもう見ないで。しつこいけど。なぜか。はい。ラブエンドレスだって。
この恋は終わらない、この愛は終わらないということでしょう。そういうことは永遠やん。ずっと一緒にいるってことよ。ただし、ごめんけど、もう無条件の愛とか、自分がもう変わるとか、自分を愛するとかも、この慈しみ方よ。こういうことをやってねってこと。やったらあなたが待ってるのはこれじゃない。この人すごいよ。私思うけど、この人は話しちゃダメね。だってこういうことを教えてくれるんだもん。なんか、自分を愛せないまま誰かを愛してさ、自己犠牲してさ、クズ捕まえてさ、そういうとこに導いてないやん、この人って。まず変わってって、変わるときでしょうって、自分を愛してって。もう先にそれだよって、それに対するサポーターするんじゃないでしょうか。言ってきてるんだから。で、ワンドのキングも、ソードのキングも、カップのキングも、言ったことに責任持つ人なので、そしたらほら、ラブエンドレス。何これ、もうずっと一緒にいるじゃん。ずっと一緒じゃん。もうずっと二人でグレー。応対にメモリーじゃん。いいじゃない。いや、で、グレー知らない世代の人見てないよね。大丈夫よね。ずっと二人で知ってるよね。え、これいいじゃん。で、どうなっていくの？で、どうなっていくのって、もうラブエンドレス終わり。これ、何が起こってこの展開でこうなっていくの？で、これでも自分で抜けるんだよ、きっと。自分で考えて、自分でタワーを起こして。これ、どのぐらいの時間？どのぐらいの時間？それあなた次第よね、これ。絶対すべて自分次第、相手を変えようとしても無理。無理というか、もうめちゃくちゃ時間かかる。相手を変えるなんて。自分が変わった方が早い、とっとと。だって、いつ死ぬか分からへんからね。で、今後の展開に一枚ちょっとくださいよ。ラブエンドレスって分かってるっつうのに、やっぱ保証が欲しいんだわ、こういうの見てる人は。ペンタクルのページ。一からだね、この関係。もう多分別れてるとか付き合ってないとか、なんだかんだであったとしても、この関係は一からコツコツと。で、ごっついページで言うから、まあ、純粋とか真っ白な気持ちとか。で、これね、学びのカードでもあるんだよね。学びをどんどん深めていく、知恵を深めていく、知恵を使うとか、そういうカードでもあるので、あれですよ。これさ、なんか、二人で向上する関係だよね。高め合う関係、つまり繁栄ですね。ペンタクルだからね。繁栄拡大していく関係。あ、最高じゃないですか。いい。え、なんかもう閉じちゃっていいかな。いいかな。だって、いいよ、本当に。で、ちなみにプロテクション、やっぱそうなのよ。守られてるの、あなた。だから守られてるからこそこういうのが出んのよ。もう、はい、自分を愛して慈しんで、はい、あなたのことを見てあげてくださいねって。はい、変わる時ですよ。軽やかに変わりましょうって。で、あなた無条件の愛が欲しいんじゃないですかみたいな。そこに対するサポートはあるよということと、はい。はい、この愛は永遠ですっていう。ずっと二人で。まあ、ずっと二人でって言いつつ、一人おんねん、三人おんねん。これなんでやろ。いや、なんかまあ音楽、だからまあここで後ろでなんか演奏してくれてるけど、まあ二人の世界を、もう他は目に入らないっていう、一番最高よ、これ。本当に。二人でいたら周りがなんかガヤガヤしてても目に入らない。ほんと最高なんだって。最高じゃない。私大丈夫。ご機嫌やろ。ご機嫌なのよ。で、こうやってさ、今ここの瞬間に私ご機嫌なんだから、一秒後もご機嫌なのね。もう現実化がすごい早い。今日それで、すごいもう私の具現化 0.1 秒っていう。もうだって、頭で考えてること、自分が頭で考えてることで世界が想像してるやんね。まあ、思考は現実化するちょっと違うんだけどさ、マジで気をつけようって改めて思った出来事があって、ちょっと私はエネルギー、思考の使い方をマジでミスって、なんでバカなんやろっていう、この、依存と共依存のままずっと生きていってる人ってほんまにアホやなと思って、頭悪いんちゃうんって。なんであんなそんな頭悪いんやろって、0.3 秒ぐらい考えたんよ。そしたら、まあ、某所に行ったのね。某所で本当に、なんでそんなことするん？っていうような、なんか領収書を書いてって言って、副写になってるのの、違うとこに書いてみたりとか、そういう、なんでそんな、アホなことするみたいなことが目の前で起きたのよ。だから私、あかん、そんな、そっちじゃないと思って。そっちじゃなくて、私は本当に今の、私の、このなんか、
大きくなった愛とかハッピーとかね、なんか豊かさとか、そっちのエネルギーを、はい、私は受け取るに値する人間ですって言ってパッて受け取ってくれる人にエネルギーを向けないと本当にダメだと思った。本当具現化すると思って。ですごく分かりやすいでしょ。逆に言うと、何も私本当豊かじゃんよって思ったら、本当豊かさパーンって入ってくるし、やだ幸せと思えばもう幸せ入ってくるし、もうなんか分かりやすくって、分かりやすくってっていうぐらい、自分で好きに、好きな現実、好みの現実を想像できるんだよってことで、そこにはやっぱり感性があると早いよってこと。ないのとあるのとじゃ全然違うからねっていう、こんな簡単なことは、僕ちょっと忘れてた、こんな簡単なことなんだけど、そこに行き着くまでが大変なのよね。思考がずっとずっともうあれだから、根付いてるから。なので個人セッション動画っていうのを販売してます。どうやって自分の思考を疑うのか。いやすごい、本当にね、根深いから、シミみたいなもんよ。シミって長年放置してたシミって根深いからね、一発でとかで取れないからさ、まあ、根深いのよね。さあ続いて B に行く前に一回止めていいかな、私ちょっと時間過ぎてたじゃあ A の人以上です。でちなみに言っとくけど、レインボーでしょ、プロテクションでレインボーでしょ。願いを叶える力があるし、絶対に宇宙に後押ししてもらえる人です。これはレインボーは。無限の可能性だからね。で、そこをね、自分で信頼できるかどうかで言われたじゃん、さっき。ウィスパーに。信頼しなさいって。蝶々の柄、蝶々のとこ。なんかこれ変容ですよ、すべて。変化を言われてます。ずっとずっとずっと。ずっと。ラブエンドレスに向かうためにね。OK。A の人以上でーす。B の人は行きましょう。こんな可愛いカード。何これ？写真みたいよ。フェアリースポッティング。可愛いちっちゃい天使ちゃんがいる。よし。妖精、フェアリーだから妖精ね。妖精か。妖精。さあ行きましょう。B の人の、あの人の本音と今後の展開ね。A がね、良かったんだわ、すごく。すごく良かった、おもろい。あーもう一発目カップのクイーン出してきたけど、もうちょっとこの人はデビルだって、デビルだってマジで言ってるか。そうか、そうです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 か。よし、ね、過去、現在、未来、ね。で、もう自分で分かってるとこ、顕在意識、思考のとこね。で、これ心のとこで撮った。で、これが潜在意識で撮ってる。で、心でカップのクイーンど真ん中に出してきたけど、まあ、ちょっと待ってね。って感じだね。ちょいお待ちを。これはこれうまくいってないんよね。ちなみに、これダイヤルかなとコートカードしか取りません。で、制約も取らない。すごい、ペンタクルのナイト、ペンタクルのページってマジか。めっちゃ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 現実やん。ああ、吊るされたんだ過去。ハングドマン、これ全部にいらない。ああ、もうなるほどね。カップのエースが来たからね、現在で、現在で。なのでもうこれね、恋愛の始まりとかロマンスの始まりなので、あの人の本心で読んでるでしょ。まあ好きですよ、普通に。普通にというかもう好きですよ。ねえ、これは
どういう関係なのかな。カップのクイーンのにデビルが来た。ここデビル出してんのよ、洗剤も。心もデビル。もうめっちゃ好きやん。虜やん、あなたの。現在。これな、何これ。過去ハーミットリバースしてんのよ。どうでもよくなってんの、人生に。未来がね、おかしいんだわ。様子が。デビルにマジシャン。これとカリスマじゃん、すごい。まあ、でもどういう悪魔になるかっていうね。いや、すごいんだけど。めっちゃ面白いんだよ。なんかもう神がかってない、私のリーディング。出るカードがちょっと全然違うの、種類が。まあ、見てる人が違うってことね。未来。ワンドのクイーン出してきた。A もワンドのクイーン出てるから、A も見た方がいいよ。ソードのキング、同じところに出してきてんねんな。やっぱこれ A と B の人、ちょっと A も見て、これ。ごめん。ちょっと。タワー出してる、潜在に。これちょっと、やっぱ A も見なあかんわ。A も見なあかんと思うよ。さあ行きましょうか。っていうか、早速ちょっとごめん。補足ちょうだい。数箇所。そう。過去と未来が意味不。すごいな。ペンタクルのエース。すごいよ、これ。ソードの5に補足、ペンタクルの2。これちょっとこっちに補足、ペンタクルのページリバース。まあそう、ストレングスがリバースしてる。ここも欲しい。ワンドロックリバース。やっぱ A も見て、なんで同じカードがこの時期本当によく出るのと、あと恋愛系やっぱみんなおかしくなってるんだよこの時期。うっそ、やっぱ絶対 A も見てください。これ同じところで同じカードが出てる。共通することがあるんだと思うよ。か、2人いるか、あなたに。よし、読むよ。あ、ちょっと待って。待って、私ボトム取らせて1枚。1枚って、まあ1枚なんだけど、ボトムは。ワンドさん。なるほどね。なるほど。OK。まず、過去の、この人の意識はもう、あのね、このペンタクルのエースなんてパーンって出されるってさ、この人仕事人間とか、お金のことばっかり考えてる。なんか、稼がなあかんとか。なんか、もはやなんか、ちょっと考えることももうええわみたいになってた過去、自分の頭でもうしんどいみたいな。なんだけど、もうエースなんてこれもう繁栄の始まりだからね。私エースの中で、もうこのタロットカードのエースって本当にもう繁栄っていうのがすごいか、私これ好きなんだよ。で、ペンタクルのナイトも出てんのよ。だってエースでこれ繁栄に向かっていくんでしょ。もう絶対に向かっていくのよ。もうこれはオートです。宇宙からのギフトだから。で、ペンタクルのナイト。進みます、繁栄に向かって。っていうかこれコツコツしてるからね。だってコツコツしてたんだ。だそうか、進みますって始まったのに、このなんか豊かな恋愛的なものがトロトロしてたんだ、この人。サクッと射止めなかったんだね。コツコツしてんのよ、もう本当にコツコツしてんの。このナイトが出てくる恋愛ってすごく進みが遅い、歩みが遅いので、早く早くの人はもうそこで問われるよね。待つことを愛することっていうことを。これ、まあ、沙織の名言です。待つことを愛することです。そして、心のところはもうワンドの2なの。一回到達してんのよ。で、次行かなあかんわっていう感じなのね。もう地球を見てるから結構俯瞰な状態。俯瞰してる状態、自分のことを。で、これ感じてるのよね。心のところで見てるから。で、ペンタクルのページ。だから学びのカード。これやっぱ A 見てしつこいけど、出方が同じだ。学びのカード。一個一個現実的にだよ。ペンタクルだからね、仕事もそうだし、純粋な気持ちで学んでいくぞという、一から始めていくみたいなのが出てるんだよ、この人は。でもこの潜在意識は過去だよ、過去だよ。吊るされてんねん、ハングドマンが出てんねんな。だからこれ一人で結構、この人一
一人が好きな人じゃない。で、一人で考えなあかんことがある人じゃない。このハーミットも、ハングルマンも、一人で考えるんだよ、ずっと。で、これなんか直感とかインスピレーションのカードだし、経験値が浅い人には出ないので、で、これ潜在意識でそう思っていたんでしょ？吊るされた男。動きが取れないっていう。で、なぜかソードの5とかリバーさせてきてんね、この人は。正々堂々となよ、この人。で、ペンタクルの2。うまい具合にバランスを取ってんねんけど、これって、ペンタクルの2って限界が来るのはね、バランス取んのに。ずっとずっとその状態では入れないから、バランスを取ってると、こう、他の動きが取れないからね。まあ、なんとかバランス取ってやってきて、動きを取れなくてもいいんだったら何も変わらないけど、変化をしてるんだ、あの人は。とりあえず、まあ、なんか悩んでんねん。なんか悩んでんねん。でもこれちょっと無視していいよ、もうこの人。だってもうカップのエースやもん。もう恋愛の始まりです。つうかもう思いが溢れて止まらないという、溢れてるでしょ、カップから。もう、思いが溢れて止まらないんです。もうそれなんです。それなんです、頭の中は。もう、たまらねえっていう感じなんだよ。ただ、ワンドが少ないのね。その割にはね。あ、あるか。カップはこの人常に悩ましいですよ。なんでこういう人よく恋愛で悩む人なの？本当に。これ、カップの4、もうちょっとさっき言っちゃうけど、カップの4で悩ましい。で、さらに言っとくけど、この未来の潜在でも悩ましい。カップで悩ましい人やねん、この人。ただ、カップのクイーンをど真ん中に、心のところで出してきてるから、まああれでしょう。もう愛情とかを感じてんのよ。愛とか、こう受け入れてもらえる、受容されてるとか、こうそこが、あなたの魅力、結構あなたは何しても許す人だと思うのね。なんだかんだ言って何してもこの人のなんか、どんな姿を見たところで、受け入れる人だと思うのよ、あなたって。なので、そりゃデビルだわ。執着だわ。いや、もうね、恋愛でカップのクイーン単体で出てくるの、ちょっとなかなか厳しめなのよ。厳しめってそれはあれだよ。相手の思いがどうこうじゃなくて、あなたがしんどいよっていう話なの。に、見事に、なぜしんどいか。だって執着だもん。嫌だもん。絶対話せないもん。なんかもうさ、お母さんみたいにこう受け入れてくれて、はい、もう、よしよしみたいな、もうなんかそういうことされるとね、男はね、離れられないんだけど、これ、ドツボにはまる可能性もあるから、ちょっと デビルリバースだからね、潜在も。つまりこう潜在ってここに上がってくるからね、こう上がってくるでしょう。デビルなんですよ。どこかでもこの潜在意識の時点で本当はね、思考を変えるのが一番なんだけどね。でもマジシャン出してんねん、この人。どんなマジックを使うのかな、によるよ。デビルってさ、本当に悪人にもなれるけど、あれなのよ、ヒールになれるってことやから、こうそれが愛だったりもするんだよ。そう。だから、あなたにとっては離れるのが最善であって、離れるようにしてくれたりとかをするんだよ。逆もあるけどね。逆もあるよ。当然。スターリバースだ。ねえ。これ関係ってさ、離れてるでしょ、だから。しつこいけど。やっぱ A の人見て、これ離れてるでしょ、一緒にいないよね。一緒にいないよね。一緒にいたらだってマジシャンにデビルにスターリバースなんていう出方はしないよ、潜在意識で。もしくはこの人が、もし離れてないんだとしたら、離れるかもしれないと考えあぐねている。もし、言えてないんじゃないかな、この好き。好き。こんな溢れる思い。まあ溢れる思い言ってないで、けどこの執着すごいな。めちゃくちゃ好かれてるよ。ただ一つ、これ多分あなた今手に負えてないと思うんだ。もし離れてないんだったら、ね、手に負えないわ、この人って思ってない？
若干。だってこれ未来、なぜか知らんけども、動けるのに動けないみたいなことに一人でなるし、一人でなんねん。これ一人でやってるからね、コントよ。でもワンドのクイーンで補足がペンタクルのページ。あの、過去ではペンタクルのページ、もう新たな気持ちで進んでいくとかって言ってたけど、もういいよ進まへんねんみたいな、動かへんみたいなことを言い出してきてんだよ。で、ワンドのクイーンを今度は求め始めてんのね。で、これは、これね、人じゃない言ってることが。こう明るいとか、太陽みたいなこの希望とか、そっち系を見てんのよ。そっち系をすごい欲しがってんねんな。で、心の中がもうね、ストレングスリバース来たでしょ。力の使い方を間違える、普通にナチュラルに間違える。だから支配とかそっち系の力の使い方、がめつさとかね、そっち系になるんだけども、ソードのキング出してきてんのよ。だから決めんのよ、この人は。何かを決めるねんけども、なんか負けた感すごいね。何これ、三角関係なの、四角関係なの。でもワンドの3を出してるから正位置で、ボトムで出してるから、まあ、諦める気はないよこの人は。なんだかんだ言って、なんか僕動けない、うじうじしたって、諦める気はゼロなのよ。だってあの未来の潜在で、潜在意識ね、ワンドのページもうだって進むもんで、タワー出してきてるから、自分で思考でタワーを出してくるってことは、このままじゃあかんってことが分かるってことやからね。あかんわって、自分で崩すんだから、自分で崩せる人はすごい強いよ。とりあえず、でもあの、こういう状態にはなりますよね。なるからこそか。あ、じゃあ短いわ、この時期。これなるからこそ、もうタワーです。即。で、展開ね、これからの。展開はね、フェアリーちゃんじゃないや、ウィスパーが教えてくれるって言ってるから、今日は。もうお友達のカードとは、やっぱりあなたは疲れてないですか？なんか、うんざりしてない？けど、あなたも執着してない。あなたもあなたで。これデビル2枚出してくる人に、あなた執着してると思うんだわ。スローダウンって。休んでって言ってる。疲れてるよね。ポーズして、一時停止してって、緊急事態宣言ですね、これは。まず未来の展開として、緊急事態宣言、休んでってこと、あなたやっぱ疲れているのよね。あのね、クイーンの部分に執着されると、女は誰でも疲れるから、絶対に。しかもクイーン、カップのクイーン単体で言ってきてるから、そうなんだよな。自然の中に身を置くのが一番よみたいな。やっぱあなたすごい疲れてないですか？これもなんかあの、フェアリーちゃん見て癒されてるみたいな、なんか切ないみたいな。カップのクイーンってね、基本ほんとあれなんだわ、優しいからさ、優しくて、こう意志がね、弱いのよね。弱いというか、流されるというか、もう受け入れるものほんと選べる人なんだよ。選んでないんじゃない？これ、ここまでの執着ってさ。あ、これやっぱ A も見て、あの、もう自分をまず愛しましょうっていうのができてる。これね、あの、恋愛うまくいってない人、今すっごい多いやん。恋愛悩んでる人とか、パートナーシップ悩んでる人とか。で、絶対集合意識の目覚めなのよ。自分を愛することが一番で、自分が変わるのが一番って気づくのよ。で、気づいたところで、でも気づくのと変化するのは違うからね。気づいてどうするかっていうことと、気づくだけで終わる人なのは違うからね。あ、次。仮面をかぶったあの人が、お花を渡して、あなたは背中を背けています。ちょっと A と結果が違うんだけど、素直になれない。めっちゃ可愛いね。でもバラの中でここにいるのだから、すごい愛は大きいんだよ。だけど素直になれないんだよ。で、これでも、これはこの人の問題なの。あ、分かった。この人の問題に、あなた口突っ込みすぎてない？この人のインナーチャイルドとか、自分で超えなければならないことを、この人が、に対して、心を寄せすぎというか、自分をさておき、この人ってしてないかな。だから、
こその疲れだと思うし、言えないのよ。なんかこの人の問題だからね。でも変えようとか、ずっとずっと寄り添うなんてことは無理だよ。やっぱり一つのあれが出てる。なんか愛をちゃんと見てっていうことを伝えられているのと、頭の中ハートでいっぱいやから、これ、これなんかね、ほんとね、愛をちゃんとしっかり見てんのよ、これで。頭の中ハートでいっぱい、ハートでいっぱいなの。あんとね、これハートよね。なんかね、平和は平和にいなさいよっていう感じよ、これは。やっぱあなたは疲れてるんだよな。非常に疲れている。そしてちょっと今後の展開に1枚ください。これね、ほんと、こういうとこなんだよな。自分のあり方が問われるのって。この人の問題だからね。そうね、ソードの9、リバース、出るでしょうねって感じ。カップ9リバース、OK。もう十分。あのね、まあ、ソードの9リバースなんですよ、この人は。ずっと。捨てれないのね、これが。イナーチャイルドが終わってない。というか、多分これね、手放せないんだよ、まだ。その段階まで来てなくって。で、これって、自分の能力を使ってずっと仕事をするんだけども、ね、前回読んだ時は孤独も、一人とか、そういうのに読んだんだけど、これってさ、修行のカードだからさ、基本的に。これ、一緒にいると修行だよってこと。で、別に修行する必要ないじゃん。ね。で、結果的にカップの9っていう、もうすごい満たされるウィッシュカードがリバースしちゃったので、リバースしたので、刺して。これは、これ寄り添うからだよ。寄り添わなくてはいいよ。寄り添わなくても。ほら、もうね、もうこれ、とどめだわ。こんなのさ、愛だから、なんなん気に入らんわ。って思う人は二度と見るな、マジで。愛が受け取れない人はね、見なくていいんです、私のチャンネルは。もう、そんなね、そんな早いから。まだ早い。ずっと綺麗ごとリーディングを見といてください。その初心者向けのね、ペンタクルの10、リバース。家族カード、幸せな家族、幸せな家庭。ね、リバース。もう、カップの9リバース、ペンタクルの10リバースで、こうさせていただきたい。この人はあなたの相手ではない。違う人がいる。違う人がいる。手に負えないよ。もう私には手に負えないって。そこまでする必要ないしね、あなたが。はっきり言って。だし、いや、この人好きなのよ、あなたのことが。大好きなのよ。だとしたら、一緒にいたいんだったら、あなたこれ強さが必要よ。もうこれソードのクイーンにならなきゃダメよ、今。私と一緒にいたいんだったら、もうそのインナーチャイルド、自分で何とかしてきてって。そう。もう自分でそこ終了させて、それから来てくださいよと。もう、こんなことしてる場合じゃねえよって。いうことを、きっちり言い切って、さようならってできないと、それぐらいの強さがないと、意志の。だから、あなたが面倒見る必要ないんだから。まあ、でも、めちゃくちゃ面倒が見たいって言うんだったら、あなたちょっと依存系なのよ、だから。めちゃくちゃ面倒が見たい、身を粉にしてもって言うんだったら、もう全責任を持って、まあ面倒見てあげたらいいと思いますけども。しんどいよ、すごく。これは、人格障害系のプロでもかなりきついからね。ほら、出た、また。ちょっと沙織のリーディングが神がかっているね。とても、ヒーリングだって。で、これね、もう、さ、もう自分で決めなさいってこと言われてる。あなたを癒すか、相手を癒すか、どちらもは無理だよ。でもって、相手を癒そうと思ったら自分が癒されてないと無理だからね。それだけはお伝えしておきます。ということで、B の人は終わり。終わり。これはちょっと一番いいリーディングだったんじゃない。まあ何が一番か分からんけど、何で比較して言うてんのか分からんけど、私も。
すごくわかりやすいです。ということは、で、私のリーディングでこういうことが出てくるってことは、あの、インナーチャイルド大爆発の時期だよね。満月の後は、新月の後だから、で、もうすぐ満月が来るから。あ、牡牛座の新月だったよね。だから、か、知らんけど、とにかくね、おかしいんだわ、今、本当にあの、恋愛でインナーチャイルド爆発させる人が多いからじゃないの？うまくいってないのって。で、女の集合意識が働くのと。だからもう完全にもう二極だよ。二極ってずっと言ってるけど、私、風の時代は。なんかもう、恋愛においてももうとっとと二極してたけど、なんか男も二極だよね。で、始まりは女からだから当然そうなのよ。女が流れに乗ってる場合は男も乗るし、乗らない女はずっと乗らないから男も乗らんし、冴えないし、そういうことなのに。ただ、選ぶ相手を間違えているっていう。なんかもう結論はそれだけどね。今回の件に関しては。件というか。いいじゃん、別に間違えたって。間違えたからこそさ、ああ、私、こういう人じゃなかったっていうことがわかるじゃん。どんな人がいいかっていうことが。で、具現化する力。現実化する力。その現実を想像する力。それはもう自分次第。自分がどんな現実を想像しているかをどこまで直視できているかです。で、どうありたいかをどこまで知ってるか。自分の望みは潜在意識をね。あ、ちなみに個人鑑定は全部出しますよ、私。あの、潜在的な望みも。全部出すっていうか分かっちゃう。出ちゃう。出ちゃう。本当はこれを望んでるんだよねっていうことが出ちゃうから、自分の潜在的な望みを知らない人は個人鑑定はいいと思いますよ。あの、とにかくあれはやばいんだよ、個人鑑定。本当すごいの。以上です。B の人、バイバーイ。まったねー。C の人、行きましょう。楽しそうだね。美味しそうにご飯食べて。いいじゃないですか。さあ。さあ、あの人。あの人の本音ね。本音もクソもっていうぐらい出してくんねんけど。で、今後の展開ね。じゃあもうさ、はい。わ、ソードのクイーン、ワンドのキング。すごいじゃん。カップのナイト。ソードネイスはリバースさせてるけど。あ、ソードさんね。ページ君もリバースか。OK。補足をもらいます。船出カードが出てるよ、未来にね。あ、これはダイアルカナとコートカードしか取りません。正位置で。あ、すごい。何これ。ワンドのキングの上にワンドのナイト。情熱的な人なんだな、この人。ワールド。戦車、ソードのエースリバースさせてるのに戦車って、まあでしょうね。ワンド10、運命のは、なるほどね。カップのナイトにカップのページ重ねてきたよ。あ、ちなみに今の気持ちを先に言っとけよ。好きですよね。好きですよ。好きですよ。ただ、顕在的に、まあ、ちょっと待って。喋りかけてごめん、待って。バンドのページ君。ソードさん。ハングドマン。吊るされた男。ソードさんに吊るされた男。まあ、そりゃそうだわ。そりゃそうだけど、マジか。ソードのクイーン、ソードのクイーンに。あ、もうね、ほっとするわ、私これ。またって雲行きこれって思ったけど、ラバーズ来たよ。ああ、ほっとした。で、ボトムを取ります。フール。いいじゃん。フール、いいじゃん。
あのね、ボトムめちゃくちゃ大事だよね。いつからって、いつからそうなったって、いや最近から、私最近からボトムフール10人自由になるってことは、今制限があるんだよね。フールが出るってことは今何か制限があるのよ。過去、あ、ちなみに過去、現在、未来、もう思考の部分と、これ心の部分で潜在意識なんだけど、潜在も健在ももうほぼ同じだって、ほぼ同じだってとか言ってるけど、いや一緒、もうあの本音で聞いてるから。あのね、ワンドのキングとワンドのナイトだから超情熱的で、これ恋愛でリーディングしているので、あの恋愛のワンドのキングってもうすごい勢いだったと思うけどな。アプローチはすごかったと思うよ。ロマンチストだったと思うよ。で、心の中、この人はもうワールド、なんか世界はもう勝手に完成してました。だってワンドのページリバースさせてるのよね。ワンドのナイト、ワンドのキング。心の中はページ。あ、あの、ちょっと奥手なんだよ。純粋な、進みたいけどもドキドキするみたいな、可愛いじゃない。でも世界は完成してるんだよ。もう。可愛いじゃない、この人。めっちゃ可愛いよ。純粋。ページ全員出すねんな。純粋。もう純粋とか素直とかって、あの、ほんと能力だからね。で、あのソードのエースがリバースしてちょっとひよって進まれへんのと、だって責任取られへんねんな。この関係って責任取られへん関係なん。でも戦車なの、猛突進、これ一緒だよ。もうワンドのナイトとキングがもう頭の中はそれだったんだから、もう戦車同じです。とにかく猛突進、もうあなたに向かって猛突進っていう感じなんだけど、ソードのエースを出してきてんの。これは責任が取れないとか、これ進めないんじゃないよな。道が見えないとかね、なんかそういうそっち系なのよね。ちょっともらう、しょうがない。カップ8リバース、この人はね、他に責任を取らなければいけないことがあったんじゃないでしょうか。彼女がいた、もしくは家族がいる。だって、現在、まあ、ハーミット、内観内省とか、光を見てどこかに行くとか、なんかとにかく一人になりたい。一人でずっと考えてるの。ペンタクルの10リバース。これ家族カードなので完全に。リバースしちゃったーん。だからもう家族のことだよね。家族のこと。だから家族、まあ、だから家族がいるんじゃないでしょうかって感じなのよ。心。もうワンドの銃。抱えすぎ。抱えすぎて、両手いっぱいでしょ？もう動けない。の。あれもこれも、抱えすぎて。ほんまはこの中にいらんワンドあんのに。抱えてんのよ。でも運命の輪を出してきてるの、心の中で。これ運命の人とも読む場合もある、恋愛って。まあ、基本綺麗事の人は運命の人を見つけたとかって言うんだけど、これワンド抱え込んで家族カードリバースして一人考え込んで、あ、これが運命だったんだ自分のっていう諦めでも取れるんよね。で、運命の輪を自分で回していることにも取れるのよ。すべてなんか一択じゃないの、綺麗事は。綺麗事じゃ、じゃあほんまの話は。綺麗事言ってもらえ、なるほどね。ソード7。リバース。これどんな手を使っても絶対手に入れるっていうカードなんだけど、リバースしてるからね、どんな手を使っても、したい。気持ちは山々だけど、そんなことはできないの。やっぱひよってんねんな。やっぱこれ家族いるでしょ。なんだけど、潜在意識、現在のね、カップのページ、もう超純粋です。もうこの純粋な気持ちで、思いがもう溢れて、なんかもう本当もう不器用なのね。不器用なの、もう。とにかく思いを届けたいのよ。で、カップのないと、こんなのプロポーズカードだからね。思いを届けたいの。あの2枚カップで言ってきてるから、もう好きですよ、好きですよ、ひたすらに。ただ動けないんだけど、最終これは出てるから
まあ決めるんじゃん、この人も。いい加減。だって、未来、ワンダのページ、これもなんか新たな気持ち、純粋な思いですよね。進んでいきますよね。情熱。情熱的なのよ、この人って。で、情熱的な人がストップしちゃうと、エネルギーめちゃくちゃダウンするわ。エネルギーダウンしている状態が、今そうだよね。ハーミット出してねえから。新たな方向に行くからね。しかも、情熱的に。これ冷静にとかじゃなくて。なので、これ、未来のね、健在意識でね、行くって決めてるので、もう、乗るか乗らないかは自由だよ、この船に。あなたのね。で、心は、吊るされた男。なので、精神集中。本当に。もう直感とかインスピレーションとかはすごくすごく受け取る必要がある。もう、なぜかっていうと、身動きも取れなくなる。なぜかっていうと、創造さんのリバースが出てるので、この人の、もうこの辺からでもちょいちょい感じるけどな。この人の過去の傷。これ恋愛だよね。不器用だから。恋愛の傷が現れる。なぜ現れるかっていうのは、あれだよ。思いが強いからだよ。こう、好きすぎて、でもこれ以上言ったら傷つくんじゃないかとか、あれどうでもいい相手に対してさ、過去の傷なんて、トラウマなんて出てこないじゃんね。ほんと好きすぎるからだよ。大事すぎるからだよ。出てくるんだよ。で、潜在意識、未来、ソードのクイーン、やっぱこの人決めます。ソードのクイーンってさ、断ち切る力もあるし、もう完全に決めるのよ。うじうじしないの。で、あんま恋愛職が、恋愛とか別にっていう、そっちよりも仕事がとか、そっち系の本当なんかサバサバした感じなのね。で、本当に決める。厳しいよ。だけど愛なんだよな、この人の厳しさって。本当に、ソードのクイーンっていうのは。だって、こんなに強いっていうことは愛が大きくないと強くなれないからね。全く依存とは無縁な人です。で、はい。ラバーズ。よかったね。ラバーズ。この人が選ぶのは愛です、やっぱり。愛なの。っていうかもうこの船出の時点で選んでるからね。で、あなたが乗るかどうかですよ。もうこの人なんかもうラバーズで伝えてきてるもん。より未来の方が好きなの。この今なんか隠者してるけど、考えあぐねた結果。これさ、何この家族カードは一体全体。家族カードのリバース、これ。不倫なんですか？不倫？ああ。待って、ソードさんも出してきてんねやろ。なるほどね、ちょっと違う可能性も出てきたぞ。うおお、ジャッジメント、すごいな。これ、夫婦だった人が、また仲直りするも考えれるけど、家族カード継承するとか、なんか後取りとか、そういう系のもあるんだけど、これね、家族の関係、親との関係とかの意味でも取んねん。その件に関しては私は動画を販売してるので、まあ、見てください。親子関係。絶対めちゃくちゃ恋愛に影響を及ぼすのは女だけじゃないからね。男もそうだからね。父親との関係と、母親からの愛情。そこがずっと引っかかって、恋愛がうまくいかないというか、まあ、ちょっとなんか変な恋愛する人がいるんだけども、ジャッジメント出てるねん。別れたの？今ジャッジメント出してきてるけど。なんか、もし復縁したい人だったら復縁です。ですよ。です。ですが、だとしたらこの運命の意味が変わってくる。いや、この人の頭は復縁したいんだよ。復活。意味変わってこない。ごめん。復活、復縁したいんだよな。誰と？いや、不倫の可能性もまだあるんよ。あんた不倫してるんだったら、これ家族壊れてるでしょ？バレてるでしょ？家族と復活したいもあるのよ。だからこれあなたの現状況で置き換えていただきたいんだけども、不倫だったらもう、不倫だしって。
多いな不倫。いやでも決定的な不倫ではないな。あ、そう。そしてね、あの未来の展開を見るわ。それを見れば一番早いやん。決定的な不倫とか言ってるじゃん私。やっぱあれ多いね不倫。いやリーディングしててこんなに不倫出るってさ、はい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 。エンブレスやエモーションズ、あのね、なんか本当ちょっと感じることをしてくださいということを伝えられている。めっちゃ可愛いの。あとちょっとこれなんか安らぎたいでしょあなた。穏やかになりたいというか安心したいというか、だってめっちゃ安心して身を委ねてるやん。ユニコーンちゃんに乗って寝て、私もこれしたい。ユニコーンちゃんの上に乗って寝たくない？気持ちよさそうじゃん。幸せそうだよお家見て。やっぱ家族系のカードが出てくるの。家とか、これはこれ本当に夫婦なんじゃないの。でもね、自分の心の声を聞いてって言ってる。やっぱここを、多分ここが分かれ道だ。未来って近い未来に来るけど、でもこれあのね、ボトムでフルが出てるってことは自由な方選んだ方がいいよ。自分が自由になれる方。乗るか乗らないかあなた次第だよ。自分の心の声を聞いてって言われてるから、そういうことなのよ。だから あなた次第で、あなたが自分の心の声を聞けるかどうか、そういう状況にあるかどうかです。ただ好きだけで突っ走れないからね、この恋愛って。アクションスピークランドリーエクスプレスヨーラブ。あのね、エクスプレスヨーラブだから、あなたの愛だからね。自分を愛することをどうしたらいいか考えてって書いてある。これどういうアクションをすればいいのか考えてって。え、これ私初めて見たかも。で、出たことがないカードが出るときってすごいメッセージ性が強いのよね。しかもなんか選択カードと一緒、色がグリーン、平和。壮大、鳥の中に街があるしね。アジサイ、アジサイ季節じゃん。え、すごいじゃん。これベストタイミングじゃん。やっぱこれちょっとあなた慎重に考えないといけないし、自分に正直にならんとあかんよ。自分の心の声とかを聞いてとか、感じることすごく言われてる。エモーションもそうだし、そう、エモいとか言って寄ってる場合じゃなくて、マジであのこう感情ってさ、でもあのあれだからね、思考だから、感情を感じた後に、しっかり感じた後に、え、なぜこういう感情になってるのかも考えなあかんし、自分の心の声を聞いてとか言って、あ、ちょっとアクションこれも考えなさいって言われてるから、自分の思考知らないんじゃん。考えなしなんじゃん。考える間もなく突進してない。この人情熱的な人やから、このあの人ね。あなたもちょっと、あなたがなんかずっといつもクールダウンしてる人なわけないのよ。情熱的な人なのよね。しかもは、すごいな。これ、あなたへのメッセージをすごく言われてるわけよ。ずっと。心の声聞いて、考えて。で、感情も味わって、っていう、あなたの。で、あり方を問われている、今。この人のことじゃないよって、今。あなただよって。それはそうなのよ。だって自分が自分の感情を感じてないとか、どういう考えてない、思考を見てない、そんな状態で人を好きになってももう何も見えない状態だからね。相手も見えてない状態だから、まず整えてってそれ言われます。で、結果としてこれ、すごいなと思う。これ A の人も結果としてこれが出た。ラブエンドレス。やっぱね、何度も言うよ私は。自分が自分の思考を直視して望みを聞いて、自分の一番に手を伸ばすということで、だからとことんまで知らなければならない。自分の思考を全部受容しなければならない。そういうあり方ができれば、そして自分を愛することができれば、ラブエンドレスなんだって。オープニングでも喋ったけどさ、うちのコンサル生が言ってたやん、沙織さんが想像してる世界は愛される世界って。これそういうことなのよ。うわ、めっちゃいい。嬉しいと思うよ、この C の人。ラブエンドレスに引き続き、トゥルーラブ。最高じゃん。なんか、この愛は終わらないし、
トゥルーラブ、永遠の愛だし、まあ愛は永遠なのよ、ずっと。ずっとずっと。これね、すっごい可愛いのが、ここ、まあ、私こういうちっちゃい、こういう小細工たまらんのよ、このお花の中に赤ちゃんいんねん。めっちゃ可愛いねん。あのね、まず自分ってことを言われてる。こう、あの、A の人と C の人は、もう、まず自分って言われてる。ということは、その段階に来ているということです。もう気づいてるでしょ？そろそろ。自分が変わらなあかんねんなっていうことは。あえて書いても無理やねんなっていう。その段階に来てるからしてください。その後押しです。これ宇宙の。で、結果的に、あなた、だからね、愛されるとかさ、永遠の愛で人を愛するとか、無条件に愛するとかさ、すごい遠い存在みたいにみんな言うけども、できるのよみんな。だから、ラブエンドレスと出たじゃない、トゥルーラブが。だからできるのよ。してないだけなのよ。なんでしてないか？自分のことほったらかしだから、自分知らないからだよ。だからできるよってこと、みんな。あららららら補足もらったのよね。まあどう見ても豊かそうだけども、来たよアバンダンス、最高。こう私が言う豊かさってさ、分かりやすくさ、愛と幸せと豊かさとかって言うじゃんね、この世の中に無限って。私はでも幸せってさ、もう豊かさの一つだと思うから、愛もそうなのよ。アバンダンス、ザクザク、最高じゃん。大体さ、大体だよ。そもそも論。今私はずっともう体を張って実験してるけど、愛で何でもいけるっていうことをね、愛で全て手に入る。愛し合っていれば。あの、トゥルーラブとか、ラブエンドレスとか、もうその状態ってさ、もう豊かに決まってるじゃんね。ザクザクなのよ。あの、愛とお金って本質が一緒やから、似てるからね。だから愛の扱い方がわからないと、お金の扱い方もわからないのね。貧乏人って愛ないやん。そうなの、貧乏人って愛ないのよ。貧乏ってそういうことなのよ。いや、自分で選んでるしね、それを。でお金持ちって優しいとか穏やかとかって言うじゃんね。で愛大きいもんということで、どこまでもどこまでも自分は豊かになっていいということを許せている。で、自分が豊かだっていうことをまず知っている。豊かさに目を向けているのね。ないないじゃなくて、不足じゃなくて、豊かだなーっていうことに。とか、アバンダンスだよ。いいじゃん。いいじゃん、未来これ。で、なん、微妙なの。あ、だからどういうアクションするか考えてっていうのは私先に言って、あ、ちょっと神がかりこれ。船に乗るか乗らないかはあなたが考えてねって言ったじゃん。だから、同じこと言われてたでしょ？どういうアクションを取るかを考えてって。エクスプレスラブに、エクスプレスラブするにはどういうアクションするか自分で考えてくださいって言われたじゃんね。だからそういうことですってことです。え、もう、わかりやすかった。でも、向かうはここだよね。アバンダンス、豊かさ。向かうはというか、今すぐ豊かさなんて生み出せるから、10秒で。10秒あれば生み出します、私は。見出すし。そこだよ。だから結局、これアバンダンスいる人って、そもそも豊かな人です。自分の豊かさに目を向けた方がいいよね。こんなちょっと豊かな感じでも。だとしたらで考えてください。だとしたらで、あの、エンドレスラブと、なんだった？トゥルーラブの相手なのかどうかは、あなたが自分の心に耳を澄ませて聞いてくださいっていうことだよね。この人かもしれないし、違う人かもしれない。でもそれはあなた。もう私はリーディングで出さない。あのカードが出たっていうことは、出さないです。ということ。はい、C の人も以上でした。じゃあね、バイバーイ。チャンネル登録してね。あとなんかあの、ちょっと鬱陶しい感じの人はもうチャンネル登録外してね。じゃあね、バイバイ。いちいち言いたいねん、これ私。ほんと言いたいねん。いちいち。私ほんと自分でしつこいなって思う。じゃあね、バイバーイ。まったねー。